爆発事故で兄を亡くした少年が人の心をや体を癒すために開発されたロボットと出会う。はい、かりんちゃん。はい、あれ、なんだっけ、ちょっと、ベイマックス。正解。おー、すげえ。人が夢を見ている最中に潜在意識に入り込み、はい、はい、早かったよ、かねこちゃん早かったよ。あなんだっけ、いや、なんだっけ、面白すぎでしょ。はい、じゃあインセプション。はい、正解。スペシャッキーみたいな。ここ思い浮かべてたのは一緒だった、かねこちゃんは。思い浮かべてました。あれですよね、パリピじゃなくて、ブラピ。ブラピ、ブラピじゃない。パリピからブラピが発想するの初めて見た。いや、パリピでもブラピでもないっていう。めちゃめちゃ面白い。すごいね、リコさんは発音で覚えてるんだね。コメディアンを目指す心優しい男がとある、すごい、すごい、めっちゃメイクずるい。めっちゃメイクずるいわ。ジョーカーですか。正解。ずるい。スピルバーグ監督の映画に登場するキャラクター、はい、インディ・ジョーンズの職業は何でしょう。あ、違う、待って、はい、あ、カニちゃん早かった。考古学者。正解。すごい、探検家だと思ってた。アカデミー賞ダブル受賞、エンタメ界の記録を塗り替えた空前の大ヒット作、禁断の力を制御できずにふーんとなった、ふーんと妹の感動の物語。ブライトバーン。自分の違う。絶対違うじゃん。アバター。違った。妹じゃない。アニメです。アニメ、アニメ。姉と妹。いや、あ、姉と妹。あ、わかった、姉と雪の女王。あ、なるほど、なるほど。エドワードは両手がハサミなんだけど、それ以外に人間とは違う部分があって、心臓なんだよね。で、エドワードの心臓って何でできてるでしょう。え、はい、お、はい、鉄。ちげえ。何やろ。ブリキ。あ、違う。ヒントはね、食べ物です。食べ物。はい。はい。リンゴ。違う。はい。ハム。違う。なんで、お菓子。お菓子。チョコレート、チョコレート。あ、違う。お菓子よ。マフィン、マフィン。あ、惜しい。正解は、マカロン。ビスケットでした。ねえ、初めて、初めてしたってか。薄、心臓薄くね。ね。5人とかピンポイントを狙うみたいな。ああ、あるある、いいですね。あ、あ、それは良い、すごい。5を狙うのいいですね。ピタリ賞。バックトゥーザフューチャー3ね。うわ、いいな、すごい。いいな。せーの。はい。あっ、めっちゃいるじゃん。めっちゃ見てるじゃん、みんな。いや、ちゃんと全部見てるじゃん。結構見てた。あ、じゃあいいですか。はい。ムカデ人間。ああ。意外といそうなとこが、はい、せーの。はい。お、おすごい。人間5人で揃うのやだ。やだだ。つながったね、みたいな。最悪。なんだ、勝ちで。ムカデ人間ずっとなんかコロナの期間につながろうキャンペーンみたいなのしてて。やだ。めっちゃ面白い、ツイッターが。